2016年1月9日岩手盛岡市アイスアリーナ、世界を代表するフィギュアスケーターが一堂に会し、東日本大震災の被災地を支援するスペシャルイベントが行われました。今年で震災から5年、少しでも復興の力になれたら、そんな思いを胸に集まったスケーターたち。演技以外でも実際に被災地に足を運ぶなど、現地の方々とさまざまな交流をしました。私たちは今回 NHK 杯フィギュアスペシャルエキシビションの舞台裏に密着。スケーターたちが氷上に捧げた復興への祈りをお届けします。今回のスペシャルエキシビションが行われたのは、岩手県の盛岡市アイスアリーナ。イベント本番の朝、スケーターたちが続々と会場に到着します。 Are you good? Yes, my baby's good too. Yes, well now. これから始まるのはショーのオープニングとエンディングのリハーサル。リンクにはオリンピックや世界選手権のメダリストをはじめとする世界のトップスケーターたちが勢ぞろいしました。社長、社長おはようございます。競技会でないにもかかわらず、これだけ豪華なメンバーが集まるのは異例のこと。彼らが復興への熱い思いを抱いている証です。練習の合間にはスケーター同士の交流があちこちで見られました。それではオープニングまたまた見たいと思います。入り口の近辺の方に、行ってください。 We're gonna do opening with some musicというふうに思いましたし、たくさんの言葉をいただけたのですごく光栄だなと思いました。そうですね、私もこう尊敬する2人の選手と一緒にこうしてショーに出れることもすごく嬉しいですし、またこうして一緒にいられることもすごく嬉しいです。マオアサダ、ウズルファニュヒア、そう、イッツビッグサクセス、デイスーパースーパースケーターズ、そう、ショー、パーフェクト、チェックイン。So I think this is better. Hi, 皆さん、この方の方にサブトロセント。ショー本番の2日前、特に被害の大きかった岩手県沿岸南部大槌町へ向かう車内に羽生結弦選手の姿がありました。羽生選手は地元からの依頼で
震災直後からポスターなどを通じ大槌町の復興支援を呼びかけています。これまでここに来る機会がなかったため大槌町の現状を知ろうと今回の訪問を決めました。ここに住んでて、でいろんな経験をされて他とは全然違う経験をされている方々なので、そういうお話も聞いたり、またその方々がどういう表情で今暮らしているのか、どんな気持ちで暮らしているのか、まあ、それをまあ直接聞くわけではないかもしれないけれども、そのまあ言葉とかそういうもの、雰囲気とかそういうものを通してちょっとでも感じて、でそれが自分がこれからその震災というものに多分ずっと携わっていかなきゃいけないと思うので、その中でちょっとでも役に立って皆さんの思いが伝えられるようになったらいいなというふうに思います。まず訪れたのは町が見渡せる高台。壊滅的な被害を受けた海沿いは復興半ばです。その当時の建物で、まあ、外観だけでも残っているのはその旧庁舎だけなんですね。あとはもうほとんど多くの方が亡くなった旧役場庁舎跡。毎回毎回その被災地とかね、津波の被害があったところとか通るたびにすごく思うんだけど、僕の言葉なんかじゃ絶対表せないし、言ってみれば部外者だから僕たちは。人のね、心に踏み込んじゃいけないところって絶対あるんで、でもこういう風景を見てる時に思うのは、本当に何ができるかなっていうことはいつも思います。その花は咲くの歌詞にもあるけど、何を残したんだろうとかね、そういう歌詞があるけれども、本当に僕たちは今生きている中で逆に何を残せるんだろうってすごく思うんですよね。本当にいろんなものがなくなってしまったからこそ、だからそういうものの助けになるんだったらいいなとすごく思います。自分たちは未来に何を残せるのか。羽生選手は町の未来を担う世代と触れ合うため大槌学園を訪ねました。ここは震災の被害に遭った町の4つの小学校と中学校が集まってできた学校。震災を機に小中一貫校になりました。中学3年生は9年生です。失礼します。みんな9年生のこと9年生って呼ぶの？はい。9年生の皆さんなの？はい。あんまり慣れませんけど。そう。続いて小学部を案内してもらいました。ちっちゃいな。座る。いや座れないですよこれ。あ、ちっちゃい。これが小学部の図書室。図書室です。新しい校舎が建ったら、さらに整備された図書室ができるので楽しみです。新しい校舎はいつ建つかとか。来年度の9月頃です。もうちょっとなんだ。じゃあ新しい校舎で学校生活できるんだ。はい。そっかそっか。楽しみですね。いいね。最後は記念撮影。学園の隣にあるこちらの施設、親が働いている子どもたちなどが放課後安心して過ごすための場所です。おんで、
ビしか見れないからここの現実で見れるのが嬉しいと思いました。大槌町訪問の最後は羽生選手と町の橋渡し役となった方々との交流です。こんにちは。こんにちは。いつもありがとうございます。ありがとうございます。お世話になります。羽生選手には我々の立ち上げの時からずっと応援してくれていること、羽生選手が復興を支援する大槌町、毎日もですね、町の現状を実際に見てどんなことを感じたのでしょうか。その過去を振り返るじゃないけど、まあ、今と過去とっていう感じだったから、辛いものがあったけど、でもやっぱりこうやってなんかね、被災地の方々のそれこそ一時的なものかもしれないけど、こうやってなんか笑顔とかね、声とか聞けると、あ、頑張ってるんだなって、すごく頑張ってるんだなって思える瞬間かなって思います。町の方々との交流を心に刻んだ羽生選手はこの日盛岡に戻って練習を志願、深夜まで演技の確認を行いました。羽生選手が大槌町を訪問した同じ日、荒川静香さんをはじめ10人のスケーターたちが被災地に向かいました。ほとんどの参加者が現地を訪れたことがないため企画されたものです。リンクで演技を披露する前に被災地の現状とそこに住む方々の気持ちを知っておきたい、そんな思いが彼らを動かしました。向かったのは三陸鉄道の南の起点、盛駅。ここから南リアス線に乗り込みます。南リアス線は2014年の4月に全線の運行が再開されました。目指すのは釜石です。皆さんのところにですね、資料を渡しますんで、ご覧になってください。震災の前後の写真とかですね、あと会社 の、 震災学習列車のパンフレット、旧三陸町の町並みがですね、ちょっと見てください、こういう感じだったんです。家がたくさんありました。今右手海見えますけど、防波堤が全部こう壊れてしまったんです。三陸鉄道に初めて乗るスケーターがほとんど。沿線が大きな被害に遭ったことを改めて実感しました。三陸鉄道に乗った後は釜石市平田地区にある仮設住宅を訪ねました。ここは釜石に66箇所ある仮設住宅で最大のもの、戸数は300近くになります。いまだ仮設住宅での暮らしを余儀なくされる方々を少しでも激励できればと交流会が開かれました。
現実に実物を皆さんを見て本当に可愛らしく、そしてまた素敵で、本当初目でなく初夢でなくて現実に現実を見ました。今日はどうもありがとうございます。皆様が復興に一歩一歩進んでいける力に少しでもなれるように、これから活動も、続けていきたいと思っております。今日はどうもありがとうございました。改めてこうやって近くで見てよかったなと思うし、早く復興してまた元の生活に戻って出たらいいかなと思いました。まだこういう場所で頑張ってる方がたくさんいて、でもすごくみんな笑顔が多かったので、自分も少しでもスケートを通して役に立てればいいなって思いました。元気出ました。元気出ました。初めてですもん、こういうのもっと頑張ろうね、私もね、頑張ろうじゃね。被災地の皆さんとの触れ合いはスケーターたちにとって自分のすべきことを見つめるきっかけになりました。被災地訪問の翌日、ありがとうございます。今回のエキシビションのために用意されたスペシャルプログラムのリハーサルが行われました。荒川静香、本田武史、鈴木明子、羽生結弦、この4人が挑むのは復興支援ソング花は咲く。これまで荒川さん、羽生さんがそれぞれ披露してきた大切なプログラムです。東北ゆかりのこの4人で花は咲くを届けようという企画。本田さんは福島出身、鈴木さんは仙台の大学を卒業、荒川さん、羽生さんは仙台出身、全員仙台のアイスリンクを拠点に切磋琢磨してきた間柄です。振り付けはこれまでも花は咲くを手掛けてきた阿部七海さん。阿部さんも仙台を拠点に活動、まさにオール東北で復興への願いを捧げます。なので次はゆずちゃんと3人ながら最後になっていくと思います。このメンバーは初めて、初めてです。ちょっと世代が少しずつ違うんですけど、でも会えば普通に、うん、はい、本当に振り付けの時とかもすごい楽しくやってます。お母さん目線、私とお父さんの、お母さんの姉、お姉ちゃんの弟なかなかシングルのスケーターなので見ない滑る機会ってないと思うので、本当に自分たちも楽しく滑れてるなと思います。メインリンクで皆さんの公式練習が始まるので、はい、始まりますので、それではお願いします。どうぞ。メインリンクでは被災地を象徴する花も入れて、カメラ照明なども含め細かく演技を確認していきます。花の置き方はこっちでいいですか。はい、すずちゃん、どっちでして茎が、今回羽生選手たちに花を渡す役として地元東北の2人の少女スケーターが参加。プログラムに文字通り花を添えます。あ、そんな感じ、うん、羽生くんが今やってくれたみたい。ちょっとやってみようか。
あー、はいはい、いい感じ、いい感じで、多分こうやって渡すときにこう見た方がいい。あー、こっち見てて、ここ見てて、で、渡したら、うん、で、スッと目を見る、うん、こう見る感じで、ちゃんと目を見る、それでこうやって、うん、こうやって見て、ちょっとニコって、ニコ笑っていいから、笑わせるから、来たら笑って、笑ってやって言うから。羽生選手も訪れた大槌町出身の民謡歌手。実際に被災しているだけに、このプログラムへの思いは特別です。すごかったです、すごかったです。うん、びっくりしました。生でスケート初めて見たんですけど、なんか滑る音とかも、こう、これをこうする音とかも聞こえたりして、で、この花は咲くっていう曲が自分の耳に届いて、なんか本当になんか夢みたいな感じの、本当すごいいい時間だなと思いました。実際僕もこの花は咲くのプロジェクトに参加させていただいてまして、自分でも歌を歌ってる部分もあったので、すごい思い入れのある曲にもなってます。本当に心が温かくなる、希望の光が見える歌だと思っているので、それが今回スケートとともに人々に届けばいいなって思っています。不思議です。うわー、すごい、本当に奇跡ですね。浅田真央選手は2014年の休養中、被災地を訪問。懸命に生きる人々の姿を見て現役復帰を決めました。被災地の方々への感謝の思いを込めて届けるのがジュピターです。もともと震災を受けて2011年から演じてきたプログラム。今回プロデュースは浅田選手自身。音楽、衣装、映像などあらゆる点にこだわり抜いて、1年がかりで全く新しいプログラムを作ってきました。振り付けはローリー・ニコルさん。長年浅田選手の振り付けを手掛ける名優です。彼女の復興への思いをよく知るローリーさん、全身全霊でこのプログラムに臨んでいます。Well, Mal contacted me about her visit to the Miracle Tree and how profoundly it affected her, and wanted to resurrect Jupiter as a tribute to all of the people of Japan. 歌を依頼したのはリベラ。2011年の時にもコラボレーションしたロンドンを拠点に活動する少年合唱団です。I'm so excited that you are here to make this really magical experience in tribute for the victims of the tsunami. Are you freezing cold? Yes. Yes.
作品のクライマックスに歌われる日本語の詩にも浅田選手の思いが込められています。そして浅田選手と共に演技で祈りを捧げるのが地元東北の少年少女スケーターたち。大きな転機を与えてくれた被災地への訪問、その感謝を胸に浅田選手のチームは一丸となってこのスペシャルプログラムに命を吹き込もうとしています。やっぱりあれだけの津波で建物が流されてしまった中、あの奇跡の一本の木だけが残ったということで、やっぱりそこにはすごくたくさんのパワーがあると思うので、私たちもそれに負けないぐらいのパワーで滑らなきゃいけないなって思ってます。1月9日、いよいよ本番。この日も会場直前まで入念なリハーサルが続きます。一応確認だけしてきます。ちゃんとあの位置をちゃんと見つけられたらしい。ありがとうございます。これでマーキング。まもなく開演、観客が席に急ぎます。今回は被災した皆さんの招待席も設けられました。スケーターたちの登場を待ちきれない様子です。東日本大震災5年、 NHK 杯フィギュアスペシャルエキシビションが開幕します。
間もなく浅田真央選手が復興への思いを込めて1年がかりで準備してきたジュピターが始まります。浅田真央選手、ジュピター、未来への光です。スケートはもちろん競技なんですけど、それだけではなくて、こう自分が滑っていて、やっぱりこうお客さんや見ている方にこう何かをこう感じ取ってもらって、それが勇気だったり希望だったりパワーだったりになってもらえたら嬉しいなって思うので、これからも私のこう滑りを見てこう何か感じ取ってもらえたら嬉しいなっていうふうに改めて思いました。
NHK 杯スペシャルエキシビションって書いてあるそのタイトルの上に震災5年っていうふうに書いてあったり、そういうものを見て非常に今回思ったのは、被害が大きかった東北の人間としてすごくその演技ができることっていうのが誇りに思うし幸せだなって思いました。それプラス、まあ、僕にしかできないこと、被災地の関係で今トップにいるスケーターの中では、その震災当時一番近いところに、一番被害の大きな地域の近くにいた人間だからこそできる演技があると思います。その演技をして、でまたそれが皆さんの心に残ればなというふうに思います。Thank you.
荒川静香さん、羽生結弦さん、鈴木明子さん、本田武さんによるスペシャルコラボレーション「花は咲く」でした。トップスケーターたちが氷上に捧げた復興への祈り、その祈りは未来への光となって力強く輝きます。